どうもこの動画を最後まで見るとね、忙しい現代人が、時間を作って好きなことをする方法、これがわかります。こんにちは。今はねビジネスを自動化して、好きな時にバンドをやる生活をしてます、タツミンです。そもそもこんな悩みないですか。今こうパートさんとかやってたりとか、アルバイトやってて学生もやってますとか、こう社会人やってますっていう人でね、こう明らかにこう学生時代よりも、まあ、人生の夏休みって言われてる大学生とかねの時よりも時間とお金が全然足りないみたいなね、ないですか。僕はありました。もともとプロのミュージシャンっていうのをやらせていただいてたんですけども、そっからこうサラリーマンやってたんですよ、1年間で。まあ、自営業みたいな、もともと生活をしてたんですよね。こうフリータープラスこう自営業みたいな生活をしてたんですけど、まあ、その時はこうある程度時間とか融通きくし、まあ、友達と遊ぶ時間とかもあったんですけど、やっぱサラリーマンとかになったらこの月曜日からもう金曜日ですね、最悪土曜日とかまでずっとねこう働かされて、まあ、朝の5時に起きて、拘束時間、まあ、そこから12時間から14時間ぐらいあって、夜の7時とか8時とかに帰ってくるみたいな生活が週のうちのね5日間を占めるわけで、全然旅行とかも行けないし、まあ、結局ねその給料とかも全然もう20万あるかないかぐらいやったんで、なかなかこうやりたいことができるわけないじゃないですか。っていうのを実際解決した方法っていうのがあるんですよ。僕が今実際、時間をね、作って、ビジネスあんまりね時間取らずに音楽とかねこう遊びとか旅行とかそういうのに時間をかけてるわけなんですけど、なんでそういうことができるかって言ったら、そもそも僕がやってるのはこうコンテンツ販売っていう昔からあるビジネスと自動化っていうね、ビジネスですね、これを掛け合わせたものになるんですよ。で、コンテンツ販売っていうのは何かって言ったら、こう自分が今まで培ってきた経験だったりとか、ビジネスでこうどういう感じで学んでいったらいいかみたいなね方法とかで、あと実際に稼いでる仕組みを教えるようなねコンテンツをこう動画とか PDF とか音声とかにね落とし込んで、価値をしっかりつけて販売するっていう感じなんですね。でそれプラスで昔からあるステップメールみたいな感じのをやってて、まあそれを今 LINE アットに移行してて、 LINE アットをステップ化してるっていう感じなんですけど、ステップメールっていうのをこう自動でね、お客さんとかが、メールアドレス登録しましたってなったら、そこから1つ目2つ目3つ目4つ目って自分が設定した、メールとかが流れていくっていう仕組みなんですけど、まあ、その2つを、掛け合わせることによって、自分がねいろんな人に会ってこうセールスとかしなくても、売り上げが勝手に生み出されていくっていう仕組みなんですね。なので僕がやってることっていうのはこうやって情報発信をするだけなんですよ。でこうやって YouTube とか撮ってアップロードしてるだけで、お客さんとかがどんどん集まってきてくれて、売り上げが上がっていくっていう感じなんですね。でその自動で売り上がる、売り上げなんですけども、だいたい平均毎月100万から200万ぐらいね入ってきてるっていうような状態です。でそのような状態を作るには、どういった流れでこのビジネスを組み立てていったらいいのか、で僕はどういう風に組み立ててきたのかっていうことを今からお話しします。で、僕がどういう風にしてねこう時間とお金を作ってきたかっていうことなんですけども、それは最初やってたビジネスと今やってるビジネスがね全然違うことをやってるっていうのがあります。で元々はこう労働収入でした。すごい、サラリーマンをやりながら、営業とアフィリエイトですね、この2つの柱を、作るためにやり始めたんですけど、最初はこうツイッターで発信して、集客をして、で集まってきたお客さんに対してこう1対1でお話とかしたりとか、電話とかしたりとか、で実際にお会いしてねこう営業させてもらったりっていう時期があって、まあその時はもう本当にサラリーマンで12時間ぐらい働いた後に夜の8時からまあ2人3人ぐらいお会いさせていただいて、夜の11時ぐらいまでねずっとアポイント取ってやってるみたいな状態でした。でそこからこう営業を辞めてこうアフィリエイトだけになっていくんですね。でアフィリエイトっていうのはこう僕が LINE アットとかに集客したお客さんに対して広告みたいなね、当時は怪しい広告みたいなのを流してたんですよ。で
客さんがそのリンクをクリックしてくれて、メールアドレスを入力してくれたら僕に、1件に対して、2000円から、まあ、高くて2万円ぐらい入るみたいなね、ビジネスだったんですけど、まあ、それがちょうど、2017年から18年ぐらいに、バブルでした。でも、もうこう最近ね、こう時代の流れ的に明らかに、まあ、信用がすごい大事っていう時代になってきたんですよね。で、そこで僕はアフィリエイト、その怪しいアフィリエイトみたいなやつをこう実名でやってたので、この先このままやり続けても絶対稼げなくなるし、まあ、結局労働収入のままだし、あんまり時間もないと、ずっと自営業やってるやんみたいな感じだったんで、辞める決心をしました。ここがこう人生のターニングポイントっていうか、自動化する、まあ、きっかけになったんですね。で、世の中にはこうステップメールっていうので稼いでる人とかがめっちゃいるっていうのを聞いてて、だいたい月こう多い人で1500万ぐらいを自動で稼ぐっていう人がいるんですよ。で、まあ、名前は出さないんですけど、こう有名なねメルマガをやってる方々は実際にそうやって、自分がこう旅行行ってる間とか遊んでる間とかね、ゴロゴロしてる間にもこうお金がね発生し続ける仕組みっていうのを作ってるから、そういう状態になれてるわけで、じゃあ僕もやればいいじゃないかっていう風になって、まあ、信用をねこう積み立てしつつも、自分の商品っていうのを作って販売しようっていうふうに決めたんですよ。それが、自動化の始まりでした。そこで僕がやったのはこう10時間ぐらいのこう動画コンテンツをドワーって作ったんですね。で、そこからこう LINE のねこうステップ化みたいな感じでこう1通目2通目3通目みたいなのを、50通ぐらい、書きまくったんですよ。それであとセールスレターとかも書いたりとか、まあ、インフォカートっていうところに商品を出して、上の人にねこう決済とかの審査とかを、通してもらう作業だったりとか、もう本当にいろんなことをやって、まあ、自分でね動画撮ったりもしたし、そういうことをやってようやくこう仕組みが完成したんですね。でもうあとはお客さんがこう入っていくだけで、勝手に、インターネット上にね作った仕組みがセールスとかをしてくれて売り上げが上がるっていう状態を、作れたっていうわけなんですね。で、結局のところなんですけど、なんか ESBI って聞いたことないですか？なんかこんな十字に、線を開けてこう ESBI みたいなね、感じで、書いてるやつあったと思うんですけど、まあ、そこにはこうエンプロイヤー、まあ、労働者と、セルフエンプロイヤーって言って、まあ、自営業とビジネスオーナーって言って社長さんですね。でインベスターって言って投資家っていう4分野があったと思うんですけど、なんかこうネットワークビジネスとかのセミナーに行くと大体、このこっち側ですね、こう社長さんと投資家にならないと、時間は作れないですよ、自由な時間は作れないですよって言って、教育させられるんですけど、そもそも別にそんなことはなくて、このセルフエンプロイヤーっていうところで、自動化のね仕組みとかを作ってしまったら、全然このネットワークビジネスやってる人よりも労働時間少なく、お金もね稼いで生きていくことは全然できるんですよ。でも、まあ、やっぱり労働を減らすにはこう自分以外の人に働いてもらわないといけない、自分以外の仕組みに働いてもらわないといけないっていうことで、今のね現代人ができることは、人を雇うっていうのは難しいかもしれないですけど、インターネット上に、働いてもらう仕組みを作って、まあ、パソコンに働いてもらうみたいなね、イメージですよね。そういうのを、作り出すのが、いいかなっていうふうに思いますし、やりやすいんじゃないかっていうふうに思います。で、自分の、コンテンツとかが経験なくて全然作れないですよっていう人は、まずやればいいのはこうアフィリエイトです。で、アフィリエイトって言っても、どういうアフィリエイトかって言ったら、まあ、アフィリエイトってそもそもこうブログのアフィリエイトを想像するかもしれないんですね。ブログ記事の、まあ、こういうところにこう広告みたいなのが貼ってあって、そこから商品が購入されたらっていうのを想像するかもしれないんですけど、自分がしっかりと最初は労働してください。はい、ツイッターとかで、会う人にこう、まあ、仲良くなってね、その人が悩んでることに対して解決できるような商品っていうのを自分が、紹介してあげるっていうところから始めてください。で、そうやって、まあ、自分が儲かったねこう実績を作れたら、それを、コンテンツにしていってください。どんどん動画とか撮ってね。で、それができたら、まずこう集客とかしていって販売をしていってください。それがまず一つ目のね、大事なステップになりますので、まずは自分で働いて実績を作ると。で、自分の作った商品も自分で販売すると。
でそのステップで、得た経験とかを使って、仕組み化をするっていうね、まあ、これをだいたい2年スパン3年スパンぐらいでやると全く働かなくてもよくなるね、状態っていうのが作れます。これは怪しい怪しいとかじゃなくて、しっかりと努力をした上で作った仕組みが働いてくれて売上が発生するっていうことなので、やっぱりねちゃんとこう家族とかを大事にしていきたいとか、もう労働は嫌だとか、もう心がしんどいっていう人はこう自動化をね見越して、数年スパンで夢を叶えるような、行動っていうのをしてもらえばいいなっていうふうに思います。でそもそもこう長期的な目標っていうのは、なかなか、達成しにくいので、短期的な目標とかまあ何でもいいんですけど、目標をしっかりと達成するための方法は、このね YouTube の動画の概要欄に貼っておきますので、そちらからね、見てみてください。ということで、今日はねこう忙しい現代人が時間を作って、自由なね、生活を送るための方法っていうのを具体的にお話ししていきました。で、動画をねここまで見てくださったあなたは、チャンネル登録と、高評価お願いします。であと Twitter と LINE アットで、情報発信もしてますので、そちらの方も登録お忘れなく。はい、今日は以上になります。ありがとうございます。